その中で、まあ、例えばトスからすると、まあ、取り組みの中で言えばしっかりボールも保持する部分も大事にして、うん、ここまで戦ってきてますので、はい、前節見られたような前半の45分がスタートしました。さあどういう立ち上がりか。長いボールをまず送りました。胸で落として、さあ左からクロスボール待ちになります。並走して3人です。ボックス内入りました。面白いボールだ。最後頭で見た。今のボックス内に入る3人は迫力ありましたし、ミドルレンジ一度右に持っていきました。ボックス内3人入っています。さあどうだ、うん、シュートだ。キーパー、そしてもう1回林取れず、戻してマイナスのボール。最後はちょっと打ち切れませんでした。小山津にしてみれば目の前に来たんですが打ち切れませんでした。内田分厚く攻めていきます。向こう側樋口、今日は J1 初スタメンになります。大きなチャンスがありましたね。いやトスからすると、まあ、決定機に近い場面だと思いますので決めたかったんじゃないかなと。もう一度林、今日は左アウトサイドレアンドロです。鹿島戦は契約上の関係で出ることができませんので、チャンス、ディエゴ・オリベイラポスト、そしてレアンドロ、いや決定機逃しました。空中戦で勝ったところからですよね。空いたスペースうまく永井も走りましたし、最後のパスもよくディエゴ・オリベイラのこと見えてたなと思いますよね。ここですよね。でここでまあ入っててもおかしくないですし、ここで入っててもおかしくないんですけども、東京からすると残念ながら入らなかったなと、うん、右に振る声をかけながら小川が来ました。いいボールが入ればボックス内3人マイナス。これは面白い、シュートへ空振りしたが、これかかえって幸い先制点は石井、石井が決めて0対1。2戦連続ですね。はい、一度ちょっと目論見と違うボールになりましたが、あのマイナスのボールアンドロのサイド、まあ、安倍がよくカバーはしてるんですけども、若干あのスペースがあるところを序盤からうまく使ってる分はあったと思いますし、樋口だと思うんですけど、内側からしっかり深い位置取りに行って、でマイナスに戻したボールに内田と、そのスペースを埋め尽くしました。サガン鳥栖ゴールまでの距離 30m。 レアンドロ宮市、これはゴールイン、同点1対1。見事、ストレート系のボールが右隅、高岡とポストの間を差し抜きました。東方からボールが抜けましたかね。どこでしょう、外側かなんですかね。外ですね。巻いて入る、壁が3枚でしたか。距離で考えて直接っていうところをそこまで重要視しなかったっていう壁の枚数かもしれませんね。はい、ディエゴ・オリベイラにらんで縦を切りました、うん、チャンス、このまま持っていけるのか、それとも左を使うのか。シュートできた。お、見事なシュートだ。左足視線、森下、今左を使うかなって私一瞬思ったんですが、です、ね、狙いました。ミドルシュート、右利きですしね。はい、見事に決めました。これで1対2、サガン鳥栖1点リード。うまくこうポジションチェンジをしつつ、まあ、縦パスが入った後の3人目のサポートですよね。だ右サイドバックの選手が少し内側に入ってきて、そこで前向きでフリーになったんですが、まあ、大方の人が左に展開すると考えたかもしれませんよね。だ本人からするとまあ十分狙える場所だということで、まあ、決断をして左足を振ってるんですけども、非常に際どいコースに、林からすると渡辺の左側を抜けてますので、ボールの出た瞬間がちょっと見えづらかったかもしれません。石井、レアンドロ、森下と点が入りました。後半のスタート、樋口入れたのは速いボールで、正面からのサインプレーだった。シュートへ、これはオフサイドはありませんみたいですね。トス3点目、これは大きいですね。見事にリードを広げます。これ改めてどうさ、まあ狙ったプレーですね。そうですね、この打った瞬間だと思いますんで、チョドンゴン自身はオンサイドだと思います。
うまくこう、まあ、シュートはうまくミートできなかったと思うんですけども、うまくボールが抜け出しましたし、まあ、後ろ向きのストライカーがうまく反転しながらボールに合わせましたよね。永井が下がりました、注目のやはり原が入ります。バックを埋めてましたんで、はい、これはやっぱりバランスは非常にいいなと思いますね。室谷ディエゴ・リベイラもらいに来ました。室谷、うん、マイナスのボール、どうだアルトレシバ、おーっとキーパーもう一回入ったゴールだ。これはファールはありませんか。そのままゴール決まって2対3です、はい、非常に質が高かったですね。でクロスもしっかり狙って出せてますし、まあ、高尾からすると自分が弾いたボールをもう一回プレーしようと思ったんだと思うんですが、ちょっとボールのところまで到達できなかったですね。これでも原もいましたし、大きな得点じゃないですか。両原がいましたけども、まあ、高さがある分うまくボールに押し込みましたよね。ただシンプルでしたけど、やっぱそのワンツー使った拾って小川アダイウトン、タッチには生かした、強いですから、はい、ここね。そして中を伺ってシュートだ、これはわずかに上、触ったかな、キーパーパンチありますね。いや小川、うん、いやすごいですね、トイレですね、はい、そして今長いホイッスルです。タイムアップ、今シーズンの初白星サガン鳥栖。